はい、レッドスターズにエントリーされました白井優です。私は先日赤いベルトを失ってしまい、今回の大会からが新たに自分にとっての、仕切り直しというか再スタートというか、そういった気持ちを込めて覚悟をしてこの大会に臨んでいきたいと思ってます。レッドスターズは外国人選手を2人含む、ブロックすごくこう強豪ぞろいのブロックだと思っていますので、まあ、一戦一戦を大切に着実に勝って優勝のこのトロフィーと王冠とマントを手にして笑顔で2014年の夏を締めくくりたいと思ってます。その中でも一番自分にとって大事だなと思っているのは、横に座っている高橋七重戦だと、最終戦の高橋七重戦だと思ってますので、9月23日の後楽園ホールでは七重さんに勝って決勝戦にも勝って2試合していきたいと思ってます。ぜひ応援のほどよろしくお願いします。どうも、2013年度優勝者の高橋七重です。5スターグランプリも3回目になりました。3年連続の出場ということで、2012年は非常に悔しい思いをして、でも去年はすごく感動して、自分の中でも思い出というか、なんていうんですかね、強く心に残る大会になりました。そして今年は2連覇すると去年から決めてます。でもこのレッドスターズ、そうですね、各世界からやってきた選手も入ってますし、全然こう余裕こいてると足元を救われかねないメンバーが揃ってると思いますので、気を引き締めて日頃、まあ、毎日トレーニングしてますが、私はこの5スターグランプリのためにさらに猛練習を重ねて、結果を出せるようにもっともっと強くなっていきたいと思います。東京は残暑が始まるかもしれませんが、高橋七重の夏はこれからです。2014年の5スターグランプリ、みんなで暑い夏を過ごしましょう。パッション。はい、おもかじ、あてかじ、家のかじ、今夜はあなたのかじを取る海賊レスラー北条かえり、25歳、独身です。この度私も3回目の出場となるんですけども、これまで1回目2回目と挑む気持ちは全然違います。去年一昨年は不安の方が正直大きかったんですけども、今年はワクワクの気持ちの方が大きいです。本当に。で、先日七重さんとタッグのベルトも取れたことですし、プロレスってやっぱりシングルも本当に大切だと思うので、この5スターグランプリで自信をつけて白いベルトにもう一回挑戦したいと思います。そうですね、あとはちょっと待ってますね。はい、正直、このレッドスターズっていうブロック、強豪ぞろいだと思います。ベルトを持っている選手多いですし、世界から、とっても強い2人が来ているので、私パッと見一番弱者に見えるかもしれませんが、私北条かえり、台風の目になってみせます。よろしくお願いします。アーティストオブスターダムチャンピオンの米山香里です。友達名には代表としてこのリーグ戦に出場します。最近は6人タッグとかに出ることが多かったんですけど、ここで優勝して米山香里ここにありを見せつけたいと思います。そして優勝した暁にはハイスピードや赤いベルトに挑戦したいと思ってます。よろしくお願いします。 Ladies and gentlemen, and nonetheless, the future legend is back again a second time this year. The future legend, Melissa, 2013 PWI number one in the world. And despite my defeat my last trip here, now this time it's going to go farther and farther than ever. I'm going to take the 5-star Grand Prix as far as I can possibly go as number USA's number one representing as a Shimmer champion, PWI. I'm going to take this as far as I go. And I bet you everything I do will be none other than simply legendary. Hola a todos, mi nombre es Estefania, vengo de México. Vengo a triunfar, vengo a ganar. Así que quien se me ponga enfrente va a sufrir, porque la lucha libre mexicana es la mejor. Y arriba México. はい、第4代ワールドオブスターダム新チャンピオン、吉本新選手。
なんかこの5スターランク赤いベルトの王者は優勝できないとかっていうジンクスがあるみたいなんですけど、まあそんなジンクスね、自分が打破してやろうと思います。でまあ今回、新ユニットを組みましたけど、このリーグ戦はそんなユニットとか関係なく自分はやり合いたいと思います。もう自分の中には優勝の2文字しかないので、この赤いベルトともに5スターグランプリを必ず優勝してやろうと思って、そこをよろしく。初出場の岩谷真由です。5スターが始まる前に白いベルトのチャンピオンになれて、チャンピオンとして出場できることがすごい嬉しいです。初出場、初優勝を目指しています。優勝したらハイスピードのベルトの挑戦権をいただき、赤いベルトの挑戦権をいただき、シングルの三冠王になりたいと思っています。よろしくお願いします。はい、いろはたくみです。今年2年連続の出場になるんですけど、そろそろ結果も出していきたいので、この5スターグランプリで絶対優勝して絶対優勝したいと思います。で、このブロックには赤と白のチャンピオンもいるので、その2人には勝ってベルトにも一歩近づきたいと思ってます。なので絶対この5スターグランプリは自分の中で大きな戦いとなるので、ぜひ応援よろしくお願いします。初出場の小熊です。まだデビューして1年も経ってないんですけど、こういった大会に出場できるのはすごい嬉しくて、出るからには何かしら成果を残したいと思ってます。また先輩方ばかりですけど、一つ言えるのは夏の小熊は要注意ということだけ、はい、言えます。応援してください。よろしくお願いします。私は木村代理できました。木村京子、優勝優勝優勝、イエー。